交通反則通告制度交通反則通告制度とは自動車、重被検診者を含む、または原動機付け自転車を運転中の軽微な交通違反、反則行為につき、反則行為の事実を警察官、または交通巡視員により認められた者が一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき、控訴を提起されず、または 家庭裁判所の審判に付されないものとする日本の法律運用制度である。自動車交通の増大に伴い道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察庁、裁判所の活動を著しく圧迫するに至っため、これらの機関の負担を軽減すべく1968年、昭和43年に制度化された。 軽微な交通違反者に対して、すべて刑事訴訟法に基づく刑事手続き、または少年保護手続きを行うことは、現実的に検察、裁判所側の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反で、すべて正式な刑事手続きによる処分を課すことが、法の主目的ではない。そこで、行政上の観点、抑止効果による交通違反の減少から、軽微な違反については、 刑事訴訟法に基づく刑事手続きを取る前に、この交通反則通告制度によって行政処分を課すこととし、当該処分を自ら選択して受けた者については、その反則行為につき刑事手続き、少年保護手続きを受けることのないようにしたものである。反則行為について、口述の適用除外に該当する場合を除いて、告知、通告手続きがなされないまま、 刑事訴追がなされた場合は、刑事訴訟法338条4号に該当して判決による控訴規格となるので、反則行為について処罰するためには必ず告知、通告の手続きを経ることが必要となる。なお、反則金を納めた者は、その反則行為に対する通告処分について、行政訴訟で争うことができなくなる。したがって、 反則行為について争う場合は反則金を納付してはならない。警察官、または交通巡視員は、反則者、反則行為を行った者があると認めるときは、そのものに対し、通常は現場において、交通反則告知書により、反則行為の告知を行う。ただし、交通巡視員は、駐車及び停車に関する反則行為についてのみ、同様の告知をする。 なお、告知書には反則金の仮納付のための書類が付属している。警察官、交通順視員による告知があった後、反則者は、その日を含めて8日以内、その翌日から起算して7日以内期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始、12月31日から1月3日に該当する場合には、 これらに該当しなくなる日まで以下通告にかかる納付期限についても同様に反則金を仮納付することができる。警視総監または道府県警察本部長は警察官交通巡視員による告知にかかる反則行為があったことを確認したものとして反則行為の通告を行う。通告は告知書にある出頭の期日及び場所に反則者が出頭して受ける。 ことができる。なお、通告は、反則金の仮納付があった場合には、工事にて、略的に行われる。出頭して、通告を受けず、仮納付もなかった場合には、反則者に対して、改めて通告書と反則金の納付書を送付する、ことにより通告を行う。この場合の納付書には、本来の反則金の金額に、通告書の送付費用が上乗せされる。送付は、 簡易書き留め等による、送付による通告は、通告書に記載されている通告の日付と、実際に通告書を受領した日の、いずれか遅い方の日になされたものとされる。反則者は、反則金の仮納付をした場合、その日を含めて11日以内に、反則金の納付をした場合には、その反則行為につき刑事手続き、少年保護手続きを受けることがない。 控訴を提起されず、または、家庭裁判所の審判に付されない。反則行為をしてから、反則行為の通告の後の反則金の納付の期限がよぎるまでの期間も同様である。ただし、次の適用除外の場合を除く。反則金の納付は、告知書に記載された期日までに、金融機関、日本銀行及びその歳入代理店、歳入副代理店を含む、 市中銀行行や郵便局などを通じて行う。無免許運転、大型自動車等無資格運転、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転に該当する場合、または反則行為をし、よって交通事故を起こした者は、反則行為及び交通反則通告制度の対象外となり、同制度上の通告を受けることはないと定められている。 告知において反則者の居所または、氏名が明らかでないとき、また逃亡する恐れがあるときも、また同様で、その場で、現行犯逮捕される。また、告知、または、通告において、反則者がそれらの書面の受領を拒否した場合、ここで、書面への書面捺印の拒否は、書面の受領の拒否には当たらない。虚書が明らかでないときにも、同様に、同制度上の告知、または、 通告を受けることはない。また、道路交通法違反行為のうち、そもそも反則行為に該当しない行為や、重被牽引者を除く、軽車両、自転車等の運転者によるもの、歩行者や運転者以外のものによるものについては、そもそも交通反則通告制度の対象外である。なお、交通反則通告制度における通告を受けた行為について、 同制度が適用されない結果として、少年保護手続きを受けた場合においては、家庭裁判所において、改めて交通反則通告制度上の反則金を、超えない額の反則金としての納付を指示することもある。交通反則通告制度における告知、または通告を受けた行為について、同制度が適用されない結果として、刑事手続きを受けた場合においても、引き続いて、 交通事件即決裁判手続き、略式手続き、または、公判定において課される刑罰は、判例では交通反則通告制度上の反則金を超えない額の罰金または、過料となることが通例である。ただし、訴訟その他の費用についてはこの限りではない。また、この通例は、法律で予定されているものでもない。交通反則事件を処理するために使用される書式。 青い紙に書式が印刷されている、いわゆる、青ギップ。交通反則告知書、交通反則通告書等が一組に閉じられており、告知、または通告の際に使用される。なお、反則行為に該当しない道路交通法違反、非反則行為、及び重被検診者を除く、軽車両、自転車等の運転者または歩行者による違反行為全般については、交通ギップ。 赤い紙に書式が印刷されている、いわゆる赤ギップ、告知票が交付される場合がある。反則行為に該当する場合であっても、反則者がそれらの書面の受領を拒否した場合、ここで、書面への署名なついの拒否、告知内容への不服申し立ては、書面の受領拒否には当たらないも同様である。交通ギップには、警察及び簡易裁判所等への出頭に関する、 情報が記載されている。この、青ギップ、赤ギップの代表的な違いとして、前科がつくかつかないかの違いが挙げられる、道路交通法第125条。なお、軽車両、歩行者全般で、赤ギップとなる理由は、軽車両、歩行者自体に反則制度が存在しないからである。道路交通法違反事件において、違反者の居所または、氏名が明らかでないとき、 また逃亡する恐れがあるとき、交通ギップの受領を拒否するとき、違反の対応が重大であるとき、その他悪質であると判断したときは、通常の刑事捜査が行われる場合がある、逮捕、歩道など、交通ギップの交付を受けて、理由なく出頭しない場合、また交通反則通告制度における告知、または通告受けた行為について、同制度が適用されない結果として、 刑事手続き、少年保護手続きを受けた場合において、その受けた後に理由なく出頭しない場合などで、特に悪質であると判断した時も同様である。副写式の用紙の二枚目に署名欄があり、その右横に応印欄がある。印鑑を所持していない場合には、指紋の大夏を求められるが、この指紋大夏は法令に基づく、強制的なものではなく任意であるがほとどの、警察官は大夏するまで、 ほぼ強制させる。交通切符の交付を受けた場合は、違反者は刑事手続き、少年保護手続きの下にあるので、最初から交通反則通告制度の対象外である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。